てくれたか、ご両人。蛇竜の剣で何か動きがあったのですか。いや、例の式典からというものを総力を挙げて捜索を行っているのだが、音沙汰なしだ。竜騎士団から精鋭を選出し、ドラバニア雲海の強行偵察を行わせたが、成果はなかった。残念ながらな。そうでしたか。だが蛇竜自身が敵地に乗り込んでまで宣戦布告をした以上、近々動くつもりなのは間違いあるまい。我々としては蛇竜が動きを見せていない今こそ決戦に備えて準備を進めるだけだ。蛇竜を迎え撃つとなれば、コートの防備を固めねばなりませんね。無論だ。四大名家を筆頭とする貴族たちの戦力に加え、ヒルダたち平民の自警団も交えて防衛計画を策定している。だが君たちを呼んだのはその件ではない。と申されますと。いかに守りを固めようと、両目を取り戻した蛇竜の力には及ぶまい。対抗するには同等の力が必要なのだ。まさか。そうだ、青龍フレースベルクの力を借りたい。確かに蛇竜ギーズヘッグと並ぶ存在となれば、同じ七大天竜を置いて他にありません。しかし、かの竜は。わかっている。静寂を望む青龍に助力の意思がないということは、エステニアンからの報告でも聞いていたからな。だが、たとえわずかな可能性であっても、何もせぬまま諦めるわけにはいかないのだ。どんな犠牲を払ってでも、民を守ると決意したのだから。ご両人、私は、蛇竜との決戦を、教皇代行としての最後の務めであると考えている。故にどうか、不甲斐ない私に力を貸してくれ。わかりました。ご案内いたしましょう。青龍の住まう白亜の宮殿へ。雲海のモーグリ族から託されたラッパがあれば、再び青龍と会うことも叶いましょう。ありがとう、ご両人。ルキア、ルースを頼むぞ。どうかお気をつけて。